スポー、はい、始まりました、空気読みオンライン。はい、今回4人でプレイしていきましょう。私が FB27 です。エアリーディングキックマックスです。マットです。エアです。さあ、みんな空気読んじゃいますか。読むしかねえだろ。いや、MSSP といえばね、空気を読む達人集団だから。そうだね。ああ、そうだったんだ。空気読めてしょうがない。今回ですね、空気読みがついにオンライン、みんなで遊べるようになりました。はいはい。まだアーリーアクセス版なんですけど、ちょっとやっていってみましょう。はい。あ、いいね。よし、始まるぞ、とうとう。第1問として空気を読むな、読むな、絶対読むなと。どういうこと？空気読みなのに空気読んだらダメってこと？いきなりなんか1問目からえ、は、あー、わうわこれだろ絶対。お、今回はだから正解はプレイヤーの手に委ねるみたいな感じなんだよ。なるほどね。一問だけやった感じ。基本そうじゃない？そうそうそう。で、なんか、これ映像を見て誰が空気読んでないかみたいな。そうそう、一番空気読んでないやつでしょ？そのビューンって動いてるの何？え、どれだろう？いやー、難しかったな。全体読みの、そう、これむずいな。全体読みのむずいんだよな。よくわかんねえ。あ、でも、もう一回見れた。これ、これむずいぞ。しまった、もう一回見れた。あの、ビューってやんのすげえ。あれ、ビューなんなんだ、あれ。わかんない。あれ。あ、だから、一体戻ってんのかな。そうだと思います。さあ、誰が一番。あ、これ、逆に俺2号しか入れなかった、今。逆に空気を読めたっていう感じなのかな。誰だ。まあそうだよな。たかしすげー。たかし圧倒的じゃん。たかし微動だにしなかったもん。なんで俺よかったやろ。今度は空気を読まなきゃいけない。点を聞かせて空気を読め。ほう。あ、これ見たことある。あ、なるほど。はい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 、これどうだ。あー、なるほどね。ちゃんと裏側に回ってなんか面白いやついたけどもそうね、裏側に回るね、確かに。規定を聞かせてな。なるほど。これは完璧だろ。なるほどね。なんでだ。かなり笑けたな。俺絶対良かったよ。FB 一番少な。思わせぶり。空気読むな。逆に空気を読むな。空気読むな。思わせぶり。思わせぶり。バキュー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 、くそ、この仕様に気づいてるわ。もう、あれ、もう、あれなんだ、もういないやついる。ああ、そう、一人抜けちゃいました。ああ、そういうことだ。ハトどうやって、ハトどうやって出してんの。うん、いや、ハト勝手に出てきたよ。ハト勝手に出るね。でなんか ハトめっちゃ撃ち落としてるやつもいるな。これ時間がさ、意外とないから3回見れないんだよ、なんか。あ、やべ、実感。そう、実感するんだよ。いや、そうだよね。
見抜してよかったな。いやー、何もいないで鳩だけ落ちてくるっていう。あ、終わった。終わった。やったー。いや、ひどいよ。うわー。なんでやねん。ここの人ボーナス。何それ。何それ。ああ。そう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 、あれね。ああ、そういうのもあんだ。はあ、MSSP 外から。お前がナンバーワンだ。ナンバーワンだ。俺面白いな。ちょっともう一回やろう。もう一度遊ぶで。もう一度遊ぶ。誕生日っぽい格好をさせろ。なんだそれは。あーなるほど。あーなるほどね。ハックのね。ハックタイプ。むずいこれ。え、これ。コントローラーとまでやりやすいんかな。あー、時間がそう、時間が厳しいんだよね、これ。意外と、すぐ決めなきゃいけなかったな。ここからはまだ大変なんだよな。あなるほど、なるほど。あなるほどね。勢いが大事だな。勢い大事だね。あ王様、あ、なるほどね。あーそっか、これあれか、乳首かくやついるよな。いるなさ、誰だ、きたー、そらきっくんから。え、海またあいつ。あいつに1入れてるやつ誰だよ、お前。1の価値もないわ。なんでやねん。やりすぎな感じ。やりすぎ。やりすぎな感じ。え、何その格好が最後まで使うと全部使い切ると、うん、うわー、どうだ、そんなのあったんだ。あーこれ効くんじゃねえかな。どうだろう、このカービィみたいな、なんだこれ。この機能、私の知らない機能がよくよく内蔵されてるからな。そうだね。これ一回やるかどうかだいぶ。ああ、だいぶ変わってくんじゃないかな。あーあー、投票が。まあ、うわーそうだったね、やっぱり。やつ絶対やり込んでるわ。そう、目立つの重要だよね。目立つの重要、マジで。ああ。おし。こっちは空気を読むなよ。あーなるほど、近づけるのか。あーやっぱ私の知らない機能内蔵されてるからな。どうだ、これはどうだ。俺はなかなか。いや、まあ、どうか、これはね、動けるんだ。いやー、これ FB ずるいぞ。ずるいなー。この顔ずるいわ。俺課金してるから。圧倒的に目立ってるわ。やっぱ動けること重要だったな、まあまあ。そうだな。いや、言うてもだぞ。おお、さすがに。これは課金パワーだったな。課金パワーだね。やっぱ一人一番目立ってたもんな。そうだね。いやー、そうだね。課金力が光るパターンもある。うわ、今回。いや、今回低いわ、俺。おうわー、来た、来た、来てる、来てる。こっから問題だからな。ここの人。この人。なんだ、入んない。あ、
なかったんです。あ、うわー、おい、でも実際そうなるがちになるよな。イエーイ、ナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーワンはお前だ。素早く空気を読む。ちょっともう4人だけでやって、ああ、なるほどなるほど。さあどうだ。これどうだろうな。これはもう純粋なあれだからな、うん、まあ、もう誰かわかんないから。なんかやってることも似てんだよな。まあね、その中でも刺さったあれ。これ3、これどうする、1人にする、なんか3、あ、そうはね、 1投票にしよう、1投票に、これにしよう。マジで、マジで幻の一票で。何が起きたの。俺1票しか選んでないよ今。俺も1だよ。どうだ、で5、あれ、なんで5入った。あ、俺が3つ入れてたから。もう起点を聞かせ、空気を、ね、ああ全然。うわあ、うわあ、ああ、さあ、さあ、なるほど、全部を見て、うん、いやー。まあこれはちょっとこいつかな、ちょっと面白かったのこれかな。おお、来たー、やった、俺だけ一票も入った。悲しい、悲しい、個性だったから。悲しい、個性なさすぎた。空気を読むな、来た、素早くだ、なんだ、おお、おお、ちょっと待って、ちょっと待って、一人、俺の中入ってたやついたんだけど、いやこれだ、これ檻の中入んの卑怯だよ。いやそうだよ、いやよく見つけたわな、どうやって入ったんだあれ。な、これやったー。意外、いやわかんないよ、最初のあれでか、最初アロアの謎の3票。あ、そうか、しかも孤高の人ボーナスも高いっていう、孤高の人誰からもあれだったから。うわー、あー、やったー、なんだこいつ、なんかつくなー、ちくしょう。いやこれはいいんじゃないですか、これは面白いな、うん、はい、というわけで空気読みオンラインでした。はい、これね、もっともっとそのゲームの種類とか増えて、うん、なんか割とね、なんかいろんなもの追加してくれば本当に、そうだね、確かにいい感じのゲームになりそうですね。今アーリーアクセスだから、今アーリーアクセス、ね、うん、うん、でも今本当に手軽に一回フフっていう感じで遊べるんで。そうだね、そうだね。ちょっとした暇つぶしには十分すぎるぐらい、うん、皆さんプレイしてみていかがでしょうか。絶対読みな、バイバイバイ、空気を読んで生きていけ。